腕時計の沼人 SJ です。飛ぶ鳥ものけぞる勢い、スイスロンジンからチタニウムの新型が発表されましたので、速報でお伝えします。ロンジン、スポーティーモデルを拡充して、さらにその大ヒットで完全にイメチェンに成功しましたね。こちらはスピリットの 37mm です。シンプル三振、まあデート付きですけれども、6時チンデートですね。かっこいいですよ。そして精度がめちゃくちゃ良い。それのシリーズの拡充です。ご存知のようにグローバルでのライバルはチューダー、ガチンコ勝負ですね。それでは早速参りましょう。ロンジン、スピリットズールタイムに小径とグレード5のチタンモデルが登場と、これは2024年8月20日に発表されています。こちらがそのもうモデルなんですが、これチタンモデルなんですね。写真大きく載せましょうか。はい、まずはざっくりといきましょう。商品概要です。190年以上の歴史を誇り、航空時計のパイオニアであるスイスのロンジンは、 GMT 搭載のパイロットウォッチロンジンスピリットズールタイムのチタンモデルを発表しました。極めて堅牢でありながら軽量な合金、グレード5のチタンをサイズ 39mm 小径ケースとブレスレットに採用した本格的なツールウォッチです。はい、ありがとうございます。そうですね、グレード5のチタンというのはですね、チタニウム 90%、 アルミニウム 6%、 そしてバナジウム 4% で構成されるハイテク素材ですね。ここでグレード2の他のブランドに差をつけています。チューダーペラゴスなどはグレード2なんですね。いわゆる純チタンと、ですので柔らかめ。ただこちらの場合には、グレード5ですから鉄よりも硬いということですね。そして優れた耐磁性を備え、クロノメーターの認定を受けたロンジン独自の GMT キャリバーを搭載。第2時間帯の設定をスムーズに行える高性能な GMT 機能を含めて最先端の精度を誇ります。はい、本当に精度が良いですね。私の実測でも日差プラス1秒が出ています。 GMT コンプリケーションウォッチはロンジンの歴史と密接に結びついています。1908年には早くもオスマン帝国向けにトルコ時間を西洋時間に変換できる時計を開発。1911年2つのタイムゾーンを表示する初の懐中時計の特許を申請。そして1925年には初めて第2時間帯を表示する腕時計シリーズを制作した。文字盤にズールフラッグをあしらったこの時計を着想源にしたのが、2022年に誕生したロンジンスピリットズールタイムです。スピリットズールタイムはリューズを引くだけで単針のみを1時間刻みで動かせ、スムーズに第2時間帯の設定を行える高性能な GMT 機能を搭載。通称フライヤー GMT とも呼ばれ、新しいタイムゾーンに簡単に更新することが可能な GMT 機能に加え、双方向回転の24時間ベゼルを回して第3のタイムゾーンを反映させることが可能です。ステンレスよりも軽量で堅牢な合金グレード5のチタンを採用。横幅 39mm、 厚み 13.5mm のケースと簡単に交換可能なブレスレットをチタンがまとい、より軽やかで快適な付け心地を実現。サイズ感ですが、まあ、シェイプの似ているシチズン富士坪ダイバーと比べてみましょう。シェイプが似ているというのは、まあ、結構厚めで、なおかつ、ラグトゥラグが長いという特徴、シチズンと同じなんですね。はい。で、富士坪こちらの方は横幅が 41 ミリあります。ロンジンは 39mm ですので 2mm 小さく仕上がっているわけですね。そして絶妙な質感のチタン製ケースとブレスレットを引き立てる、サンドブラスト仕上げを施したアンスロサイトカラーの文字盤ということですね。そして6時1に日付窓、スーパールミノバーを施したアプライドのアラビア数字、輝きのあるゴールドカラーを配置と、 GMT ハンドはマットブラックで文字盤に刻まれたズールタイムの文字、夜光塗料を塗布し、ハンド先端の矢印にはレッドカラーを採用し、シックなトーンです。24時間双方向回転のセラミック製ベゼルはマット仕上げのブラック、ディープポリッシュ加工のブラックで
昼と夜の時間を表示します。そしてここ注釈ですね。ここすごいですよ。ベゼルの上半分12時間は、セラミックと下半分はチタンというふうに、素材分けしてるんですね。すごいこだわりですよね。ムーブメントには自動巻き機械式でロンジン独自の GMT キャリバー L844.4 を搭載し、クロノメーター認定を取得、シリコン製ヒゲゼンマイと ISO764 の基準を大きく上回る対峙性能を実現。デジタル機器に囲まれた環境でも安心に過ごせて、パワーリザーブは72時間、防水性能は重気圧を備えています。詳細ざっくりいきましょう。今ご紹介しているロンジンスピリットズールタイム、これはチタニウムモデルですね。お値段が624,800円、なかなかしますよね。そしてご参考までですが、ステンレスモデルは489,500円、つまり13万円プラスの差がありますね。これがチタニウム代というふうに受け取るのでしょうか。キャリバーはいつもの ETA が独占供給する自動巻きロンジンエクスクルーシブキャリバー L844.4 ですね。これはクロノメーター認定です。シリコン製ヒゲゼンマイ採用の対峙性能は ISO764 をクリアと、軽くクリア。そして 25,200 振動毎時ですね。1秒間に7振動となります。で、パワーリザーブは72時間、6時1に日付表示、GMT 機能ですね。そしてケースサイズは39ミリちょうど、そして厚さ 13.5 ミリとなっています。グレード5チタン、そしてサファイア、両面多層反射防止コーティングを施しています。ドーム型のサファイアとなっていますね。セラミック製のインサートと。ここのクローバーマークはもう説明したところですね。バイフィニッシュ、つまりベゼルですね。マットブラックとインテンスポリッシュブラックの双方向回転ベゼルと、まあ、難しい横文字並びますが、まあ、そんな感じです。そしてスーパーロミノバを施した落下仕上げの数字、トライアングルマーカー、ねじ込み式リューズなんですね。これはいいですね。例えばこちらは、10気圧、同じ10気圧ですが、ねじ込みではないんですね。そして、ラグ幅は21ミリと、これ、ちょっと半端ですけどもね。ただ、これはもう、いわゆる、後ほどいきましょう。はい。ダイヤル3度加工のアンスラサイト。アプライドアラビア数字ですね。浮き上がっているという意味です。で、針はポリッシュ仕上げのイエローゴールドカラー。ブラックの GMT 針に赤い矢印。はい。ここですね。ストラップは、インターチェンジャブルシステムと。そして、ダブルセーフティープッシュピース式開閉システムのグレード5チタン製のブレスレットという長い名称になっていますね。これでおそらく以上だったと思います。はい。どうでしょうか。やっぱりチタニウム来てますね。まあ新しい素材に非常に注目していますので、まあ624,800円と、まあ、確かにまあ鉄モデルと比べると13万円プラスの差があるんですけれども、まあそれにメリットを見出せる、まあ要は軽いと、うん、そして鉄よりも硬いということですから、表面硬度が、そうなるとアドバンテージもあるのかなと、このあたりですね。ステンレスモデル489,500円と、まあ、まとめていきますけれども、まあ、基本的にはカラーリングも後ほど展開があるかもしれませんが、とりあえず基本中の基本、このツール感にこだわった、まあ、ブラックタイプですねを、まあ、出してきたということですよね。うん、なあ、これはまあいいですね。欲しくなる、うん、ポチりそうな感じですよ。やばめですね。はい。ということで、速報で今回はお伝えしました。皆さんもいかがだったでしょうか。まあ、いろいろコメントくだされば幸いですね。はい。それでは今回はサクッと以上にいたしましょう。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。